今ここって八尾市だったんですね、市議三口は。で、市議三口か。まるで私ね、自販機で買ってね、今更ながらすっげえどうでもいいことに気がつきましたよ。いつもね、私自販機買うときに先に商品取ってからお釣り取ってたんですよ。商品の方が先に出てくるじゃないですか。で、お釣り出てくるのが後やからって言ってそうやってたんですけど、あれですね、先にお釣りを取っといてから商品取ったらめっちゃ楽なんですね。本当どうでもいいことですけど、今更気がつきましたね。そうすると財布出してるじゃないですか。おい、財布しまって、それから商品取ったら財布しまうときに出し入れしにくいなとか、ああいうことないんですね。どうでもいいことですけど、ね、35年生きてきて初めて気づきました。いやー、ありがたい、ありがたい。ね。